初はみんなと一緒に体操をしていきたいと思います。知ってるかな、秘伝ラーメン体操。を我慢して割り箸割りますよ。綺麗に割れたらきっと明日はいいことあるかもね。食べ方教えます。まずスープと麺を絡める。誰からメール？カラメール？カラカラカラメール、カラカラカラメール。あちゃー、やけどは嫌だから冷まします。綺麗になるため呼吸法、鼻から吸って口から出して、鼻から吸って飲み干します。カロリー塩分気になる方はほどほどに。どんぶり持って背中を伸ばして、どんぶり戻す、もう一回、どんぶり持って背中を伸ばして、どんぶり戻す。ラーメン大好き、ラーメン食べたい、ラーメン朝から晩までずっずっずっ、もう一杯。ありがとうございます。ということで、次は体操をした次はね、みんなと一緒に踊りたいと思います。縁側朝日のオリジナルソング、魚介の神様。いただきます。ちょっと難しいの、真似してみて。指さし指さし、いくらんだ黒金の海苔を巻いてね、醤油海苔は無限に食べ放題、旅行は最高。
ずありがとうございます。自己紹介します。お寿司とみんなが大好きなフリーダムお姉さん、縁側朝日です。朝日お姉さんって呼んでください。せーの、お姉さん。ちょっとびっくりしちゃったね。いつも見てくださる方はちょっと方向性が今日変わっているので、朝日お姉さんって慣れてくれると嬉しいな。いい？大きい声聞かせてくださいね。朝日お姉さんって言ってください。せーの、朝日お姉さん。ありがとうございます。朝日お姉さんです。ということで本日は男島 in イオンモール大垣ということで、皆様台風がなんかえらいことになってますけれども、無事ねここにたどり着けたということはもう安心です。朝日は太陽神なので台風は関西に置いてきましたというね、朝日お姉さんはですね今日大阪から来たんですけれども、なんかね あちら辺でうろうろしてるみたいなので、これ以上ねちょっと被害なく、ね、皆様も平穏に過ごしていただけたらなと思って、今日は歌の力で台風とかの被害をぶっ飛ばしてきましたので、いいですか、皆さんもその心で楽しんでいってくださいね。はい、ということで1曲目はラーメン、秘伝ラーメン体操を、ね、みんなで踊ったんですけれども、2曲目は魚介の神様って言って、朝日ねはま寿司がすごい好きなのだから、そんな曲を歌いました。で次の曲は私の大好きな愛知県清須市の名産品宮重大根の曲を勝手に作ったので歌いたいと思います。みんなでわっしょいわっしょいとかいうところあるので、ぜひ行ってみてください。ということで次の曲聴いてください。わっしょい宮重大根くん、 DAIKON 大根、 DAIKON 大根、わっしょいわっしょい宮重、いくよ、わっしょいわっしょいね、いくよ、はい、わっしょいわっしょい、まだまだ、わっしょいわっしょい大根、白くてすべすべ綺麗なお肌、これぞ魅惑のズンドーボディ、ふさふさふわふわ素敵な葉っぱ、誰もが思わずゾッコン大根、シャキシャキ食感、これぞやみつき止めらんないパパン、じわじわうまうま新鮮な味わいやめらんない、みんなで一緒に大根食べようぜ、まねして大大根、こんこんにちは、みやみやしげしげみやしげ根、甘くておいしいみやしげ大根、食べるといこうぜ大大根、こんこんにちは、みやみやしげしげみやしげ根、煮物煮つけ物食べようできます、春日が生んだ作業食材みやしげ大根、わっしょいもちょわっしょいわっしょい、いやしごいいね、もと大根バレてるよ、わっしょいわっしょい、いやしげまた大根、ここで大根に含まれるイカした仲間を紹介します。ビタミン B、 ビタミン C、 カリウム、ヨウ酸、食物繊維、ゆら広場の大根どけ、シルバー大根かっちょいい、鬼ごっこの時助かる、そんなことよりも大根食べようぜ、もちょう大大根、こんこんにちは、みやみやしげしげみやしげくん、甘くておいしいみやしげ大根、食べるといこうぜ大大根、こんこんにちは、みやみやしげしげみやしげくん、ステーキに似てパパも誇りだ究極食材宮重大根、わっしょい、おでんの主役は大根、いっぱい煮込んでぶり大根、さっぱりするね嵐大根、みんなの大根聞かせて、もう一回、おでんの主役は大根、いっぱい煮込んでぶり大根、さっぱりするね嵐大根、みんな大好き宮重大根、大大根、こんこんにちは、みやみやしげしげみやしげくん、甘くておいしい宮重大根、ラストいくよ、大大根、こんこんにちは、みやみやしげしげみやしげくん、煮物煮つけ物なんで
よしょいざい宮重大根わっしょい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 いねもっと大根ありがとうわっしょいわっしょい宮重もっとわっしょいわっしょい大根さあみんな最後は力を込めて大根抜くよ抜けはいはーありがとうということで次は床で寝ないでください。そんな曲です。聴いてください。床で寝るな。床で寝たら体バキバキ、おそぼ通り筋肉痛もなき気と寝してないのに、朝起きたら体バキバキ、ほっぺはまるで全身床で寝るなという曲でした。よいしょ。ということでここからは朝日お姉さんからのお知らせです。朝日お姉さんはですね、普段